おはようございます。画家の小木曽です。第296回の鬼好評会を始めたいと思います。この鬼好評会はおじさんが皆様から送られてきた作品にあーだこーだピーチクパーチクいう企画でございます。たくさんの参加をお待ちしております。今回296回で、初めての方を、4名かな、ご紹介いたします。すみません、ちょっと深夜ですのでちょっと小声で行かせてください。いやーちょっと面白い、ちょっと、まずこちらの作品からですね。こちらの作品です。こっちから読めばいいかな。名前はゴリオンマンさんです。ピース、油彩キャンバスボード F85、 ひなさん、スウェーデンのひなさんですね。お写真ありがとうございます。魅力的な写真をお借りして描くラストですと。表情や肌を意識しました。夜描くと光が反射して見づらかったです。よろしくお願いいたしますと。北海道の深川市のアートホール東州館で4月14日まで個展を開催されているとのことです。ひなさんの写真に取り組んだ4ヶ月は好評とともに宝物ですと。ひなさん、同僚の皆さん、エールをありがとうございましたということなんですけどどこから行こうかな。こちらね、こちらですね、ひなさんからグッドラックということで、個展頑張ってくれということで、こちらの方ですね、LINE で送ってきていただきましてすごいよね、めっちゃ優しいよね。もう衝撃走りましたよこれ。LINE で送られてきて、私の方から間接的に、ゴリオンマンさんに、なぜ私がこの仲介役をやっているのかよう分かりませんが、おじさん戻ってきました。なぜ仲介役を、ひなさんの方のからエールが届いたということで、で、こちらですね、もう名前出して、僕もびっくりしたんですけど、女性なんですねゴリオンマンさんってどういう意味なんか、ゴリラーマンなんかなって、ゴリラーマンって昔漫画あったんですけど、宮島さん、牧子さんっていう方でね、もうその、アートホール東州館とか調べたら出てくるやろうし、結構今まで書いてあった方ですね。このデッサンの書き方見ると、美大とか行ってあったんですか。このこうドローイングを見るとすごくこう書いてある、この間の、自画像の時の絵はちょっと僕はいまいちかな思ったけど、このドローイングとか見るとかなり描ける方で、そして女性ということで、4月14日まで、ぜひぜひ深川市の深川市1条9番15 19号深川市経済センター2階アートホール東州館、10時から18時まで、月曜日は休館となっておりますので、日曜日までやっております。この動画公開されているのは土日月火曜日やから、水木金土日と残りありますので、お近くの方、北海道中からぜひぜひ、押し寄せてあげてほしいなというふうに思います。どこ行った。で、お顔は出してんのか、皆さんもう別にこんな匿名とかペンネームやなくても、もっとね増えてきてもいいと思いますよ。もうゴリオンマン改め何々マッコですでもいいと思いますので、顔はちょっとモザイクかけておきましたけど、こんな風に、そして作品が一点一点まさかこれだけでかいのかいっていうね。えキャプションがなんか絵のとこについてて、壁に貼ったらあかんとかっていうあれなんかなかもしれないですけど、こういう時練り消しみたいなもんで、ホームセンターとかにもくっつき虫みたいなっていう名前で多分売ってると思うんですけど、練り消しみたいなんで、後ろにちょんちょんちょんと四隅につけて、ほぼ練り消しやと思うんですけど、でつけといたりすると穴開けんで済むから多分いけると思いますので、こういう時はそういう風にした方がええかなと。あかんって言われたらすみませんね。アートフォールド銘打っててねなんかね、それぐらいを許してくれるんちゃうかなっていう気しますけど、こちらの方ということで、ぜひぜひ皆さん行かれてみてはどうでしょうかということで、ほぼ宣伝と、そしてひなさんの、グッドラックというこのエールが届いたということでございました。もう作品もねすごいいいですよね。なんかね、あとはこう完全にこれからはオリジナルみたいなものとか、やっぱりこう言うてしまうと面白いなと思うんですよ。こういうコミュニティをこう作っていくのが仕事ちゃうかなっていう部分が昔からあってですね、それはなんかなんていうのかな、教えるということだけじゃなく、そういうこう一応職業柄というか、長いこと一応そういう先生とか呼ばれる職業についてきたんですけど、
意外とずっと思ってたのここなんですよね。コミュニティ作るっていう、例えば、一つの学年でどう盛り上げていくか、一つのクラスでどういう風になっていくかっていう、こう僕どっちかというとそっちの方が面白くて、今やってる仕事すごい面白いんですよ。だからこういう風にこうスウェーデンと北海道がつながってね、同じ三味とこ同士ね、非常に良い作品じゃないかなと思います。まあ本当にこう存在ということで、新しいアプローチの仕方ですよね。会ったことないけども、このおじさんを介してもう、スウェーデンにいる人の存在を知って、そしてそこに働いてる人と、そして書かれた人がこれだけ喜んでくれてとかね、こんな日本の人もちまちま生きずにどんとこうね、もういいじゃないですか、名前とか顔とか出して、いつかこうやりたいな思うんですけどね。なんかこう古典とかを経験された方のインタビューとかなんかやってみたいなと思うんですけど、どうですか皆さん、ちょっとよかったらコメント欄にでも、そんなん見てみたいとか、顔出してもええわとか、どうしても出すの恥ずかしかったら、似顔絵かなんかで加工しますけど、直接こう対話、ズームとかで対話して、おじさん多少の編集やとできるので、ね、ということで作品はもう、だらだらやったら6分もなりました。はい、残念。作品の批評はいたしませんので、ぜひ皆さん直接行って、お話しできる方いたらね、ちょっとまあ北海道なかなかあれ遠いのでね。次の作品こちらです。初めての方ここからです。すみません。4枚。わあ、綺麗な作品やね。こちらの作品です。にゃんこそばさんですかね。本当プロになっていきたい方とかは本名、まあ展覧会出していく名前でもいいんですけど、まあ基本本名とかでも全然いいと思うんですけどね。作品タイトル生物油彩 F15。今回みたいにね、ゴリオンマさんが女性やったんかいっていうね、ツッコミが入ってくるという。地元の絵画教室に通って4年目になりますと。教室ではベテラン組になり、先生からの評価も固まりがちになってきました。上達の気づきを得たくて、鬼ヶ島に渡って、もう全然ね、よろしくお願いします。追伸絵画教室で描いたものですということで。いや非常に良いなというふうに思いますよ。絵の具のつき方みたいなのもすごくいいなと思いますし、絵の具の混色みたいなのすごくいいですよ。こういうところに入ってるグレートーンみたいなのとか非常に綺麗だったりしますし、こういうところに入ってるこうグレートーンとか青系みたいな色とか、形の出し方ですよね。形の出し方みたいなこう複雑に描かれていて、いいなと思います。もっと大胆にいっていいと思いますよ。絵の具とかブレーとかってね、ガーンとこう乗せるところはもっと不透明の絵の具とかをもうガーンとこう乗せてあげて、で、もうガーンと、もうこの方も多分もうセミプロプロになっていけるんですよ。でもその一線をさあ超えていこうと思った時に何が必要かって、そのオリジナリティとかね、もう自分のモチーフであるとかっていうこととか、本当にこうこれがめっちゃ好きやとかね、そういうのとかが出てこんといかんし、自分のこう、絵の具の質感みたいなのとかを追い求めて、もうね、バーッとこう不透明の絵の具かなんかガーンガーンと、まあ、今週ちょっとどこの回で出てくるからか分かりませんけど、北野の空さん、あの方ももう名前でやりはったのに、本名綺麗なお名前なんですよね。北野の空さんとかも、あんなんね、もう全然もうセミプロプロになっていけるような人山ほどおんのにね、なんかね、こうやって個展した時に名前がバレるというね、ことになったりするので、だんだんとちょっと不透明の絵の具とかでしっかりこう混色して置いていくというような感じで、ちょっとね、こう存在みたいなモチーフ、ものの存在みたいなのを探していくという風な方向で、ちょっとやられてみてもええんかなというふうに思います。ちょっと絵の具をガンと置いたような雰囲気を少し出してみました。もう少し大きなストロークとか大きな絵の具のこうドンとした作りみたいなのが少し入ってきたりとかしてい、ってもいい、面白いんちゃうかなというふうに思います。ちょっとちまちまちまとこうなんか微妙なこうトーンで背景とかからこうポットのところのグレートンちょっとちま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 と描いてたりとかするんですけど、ダーンとか言って言って、絵の具置いてあげて、ダンダンダンと置いてあげて、その外側から出したり内側から出したり、こう携帯感をグーッと出してみたりとか、そんな感じでこうちょっと意識をして絵の具の筆致みたいなの、あとはもう自分の完全にオリジナルみたいなの探していかれてくださいね。こう自分のこんなん描きたいわみたいなのとかのモチーフとかを
探しながら自分のこう、もうどうしてもね教室で描いた絵とかなってくると、皆さんがこのモチーフを双方向から描いていくという感じになってくるので、この なんとかさん、猫ちゃんマンさんでしたっけ、あ、ちゃうな、にゃんこそばさん、全然ちゃうね、とかはすごくこう力ありますので、このポットのこう影の色はこのぐらいかなとか、何回もこう その辺をこうちまちまちまってやるんじゃなくて、ガンと置いてのこう、それで外側から形決めたり、内側にダーンとかって言うて決めて、あの絵の具を置く、しっかりと置いていくというような気持ちを持たれていけば、もっともっと上達していくかなと。あとはもう自分のモチーフとかねを探すというようなことをされていってみてはどうでしょうか。はい、次の作品いきたいと思います。いい作品ですよ、もっと伸びると思います。こちらの作品です。この方も初めての方です。可愛らしいもんね、食べちゃったよね子供はね、本当にね、はじめまして。あ、岐阜在住の、あ、ほらいいですね、これなんで道田さんですか、と申しますと、60代の女性です。小牧の額縁屋さん、小牧市ってどこだっけ、名古屋県やったっけ、勧められて、昨年この間僕岡崎かどっかのなんかとこから仕事あって、あんま額縁屋ないんすよとか言ってたけど、小牧に額縁屋さんあるんじゃないですか。やっぱり小牧って名古屋ですよね、小牧空港ですもんね、勧められて昨年名古屋の日土画廊に行き、先生の作品初めて出会いました。デッサンの様子直に見ることができて、まあ、あの時ねパステルだけで失敗したと思ってね、コンテもっとかっこよく描けるんですよ、私は2019年頃より初めて絵を描き始めた。アクリル、キャンパスって書いてますけど、キャンパスってほら大学のね、あの学生さんとかキャッ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 いうとこがキャンパスなんで、キャンバスですね皆さんね、キャンバスですので、 F35、嫁さんと孫で一昨年描いたものですと。描いているうちに、そばにいてくれるようなふくふくと温かい気持ちになりました。お願いしますと。 F35 いいですね、これぐらいね。小牧の額縁屋さんありがとうございます。もうズブズブにこうね、あれですけど、全然お会いしたこともございませんけど、いいことですね。小牧にあれだね、岡崎と小牧って遠いんですか、知りません。こちらの作品、いや、いい作品ですね。顔とか人物、人の顔とかすごいいいですよね。洋服ちょっとシワうるさすぎやせんかな、どうかな。ちょっと特にこう お嬢ちゃんかな、の方のシワがちょっとうるさすぎるかな。 ここに入ってきてるグレートーンみたいな色がちょっと黒すぎやせんか、どないですか。ここまで黒いともうほぼ髪の毛と同じような色になってるので、この辺のこうこの白い服、何色、グレー、グレーの中の暗い色みたいなこう意識で、ね、脇役やないですか。でもよう描いてますよ、2019年から描いてここまで描けんのになったらね、なんか出し合ったらいいんじゃないですか。ちょっとこう お嬢ちゃんの方だけでも今直してみたんです、ね、これぐらいの見え方なんですよ本来は。でもこう黒とかを入れていってるような感じがして、ここのこう微妙なこうね、こういうの本当にこういいものとかを見るとこういう目とか養われていきますのでね、この可愛いですね、男の子かなこれはね、もう可愛いですよね。もううちのあのチビたちも可愛いですよ、もう本当に。もう弟は今全盛期迎えてて、もう終わりかかってきてます最近、あのちょっとずつ生意気になってきてますけど、ちょっとこう下の子の洋服、あの子供の方の洋服も少し抑えてみました、どうですか。でこういう本当にこう大事なところに比べて少しこういう風に見えてしまったりとか、例えば、それはそれぞれで意外と言えるんですよ。例えば顎の下の、あ、ごめんなさい、ここの色とか、ここの色とか、いやもうちょっと明るくても良くないですかみたいなところがどうしても写真に引っ張られてしまって、あのね、絵を描いてたらなんかちょっとした違和感にこう気づけるようになっていくと、ちょっとここのこう焦げ茶色みたいなのがわーとか、ね、子供の手とかめちゃくちゃこう色とか綺麗やないですか。ムッチムチやしね、このね、こういいですよね、この団子三兄弟みたいな腕ね、いいですよね。うちのチビもありました。でこういうところ、こういうところどうですか、このぐらいで十分でしょ、どないでっか。
でそういうところをこうなんか写真に引っ張られるんじゃなくて自分の中で絵を作っていくという感覚で、ここの色ってどうなんかいいなとかどうなんかいいなとかっていう意識をぜひぜひ持たれてみてください。これねまだ 4,5 年でこの手描けるのすごいですよ。これ先生描いたんじゃないですか。そんなことないですか。この手すっごい上手いですよ。なかなかこの形と形態感とかすごいなと思いますので、ちょっとこういうところの色みたいもう一回なあれしますけど、どないでっかね、ぜひぜひ小牧の額縁屋さんありがとうございます。なんかあったら仕事頼みますのでよろしく。作ってはるんですか。そんなことないんですか。もう卸ですか、どっちなんですか。製造販売やったらね、ぜひぜひ、ご連絡ください。名古屋地方でなんか仕事あるときに、はい、頼みたいなと思います。こんな感じでどうでしょうか。ちょっと覚えておいてくださいね。お嬢ちゃんの腕もちびっこのこれで十分影見えるでしょ。はい、次の作品に行きたいと思います。また待ってますよ。こちらの作品です。うい、面白い、うい、いいですね。面白い世界観ですね。ちょっとねメールの行間が長すぎてこういろいろくっつけて3枚になってしまったんで、よかったらですね行間がこう狭くなれば初めての応募です。よろしくお願いします。徳島陽子さん、猫つむり、恋人たちの休息、画材サイズ 45×38 号、木製パネルに黒のオックス生地、アクリル絵の具、オックス生地って布かな、実物する猫をモデルに、猫が幸せに過ごせる世界をの漫画を描いていますと、インスタで個人的に発信している。そうなんですよね、皆さんのインスタとかもなんかインスタご紹介動画とかも作れたら面白いなとか思ったりしますよね。その世界の猫は背中に着脱可能なカタツムリの、ほらね、僕の発想ってそうでしょ、こうコミュニティ作ってるでしょ、脳みその中で。そういう発想になっていくんですよ。こういうのつながったらおもろいかもなっていうね、よく言われるんですよね。 なんでどこに仕事ってあるんですか的なことをこの間若い人に言われたんですよ。なんか普通に考えてったら、あ、こういうこう、まあ、プラットフォームが世の、やめとこう、脱線してきた。その世界の猫は背中に着脱可能なカタツムリの殻を背負い、その中で寝泊まりしているという設定ですと。この猫たちは普段は殻の中で寝ていますが、恋人と寄り添いたい時は殻を脱ぎくっついて寝ますと。他登場しているのはその漫画に出てくるキャラクターたちですと。追伸、動画内で読まなくてもいいものなど、10年ほど黒布に描くというスタイルはすごいね。今回違う表現に超チャレンジしたいと思っている時に先生の存在しました。同じ佐賀県、佐賀県なんですか。保護猫活動をしていて、長時間の外出が厳しいので、どちらにお住まいなんですかね。オンラインで作品を見ていただけるのが理想。さらに話全然面白くないですよ、これだと思いました。こちらの作品は千葉県の松山開催され、あ、出品していますなのかな、大丈夫なのかな、開催される公募展、猫猫展に出品していますと。大丈夫かな、結構こう未発表のものに限るとかっていう公募展あるので、出品前やったら申し訳ないなと。そうといきましょう。面白いですね。布に、まあ他の素材とかなんかこういろいろこう試されていってもいいかもしれませんよね。非常に面白い作品やと思いますよ。布にアクリル絵の具で描いているということなんですかね。こうやってもうスクリーンショットしてね、メールをそのまま載せるというスタイルでやってるのでね、アクリル絵の具ということなんですけども、いろいろ多分これからもっと幅出てくるんじゃないかなと思いますよね。黒いこう今布をベターっとこう貼って、もこえボンドかなんかで貼っつけてんのかな、よくわかりませんけど、アクリルで例えばそういうコラージュ的なことをするとなったら、ジェルメディウムとかっていうものとかが結構一般的、まあもこえボンドに近いような感じの雰囲気になるかなと思うんですけども、で あとはなんかこういろんなこう生地の布とかも試されても面白いし、黒じゃなくても他の白でも例えば麻布みたいなもっとザラザラしたね、やつとかに絵の具をこう塗ってみて、
そこに書いていくみたいなのも面白いと思いますし、もしかしてもっと本格的な、絵になっていく、まあ別にこれが本格的じゃないというわけじゃないですけど、その初めのこう指示体からこうどういうふうにこうこだわっていったら面白いかなとかっていうこととかも、もしかしてあの次のステップになっていくんじゃないかなというふうに思いますよ。もう10年やってきてね、これだけのこうなんか世界観を持っていて、漫画という感じ、これは漫画という感じじゃないけども、なんかね、よう描けてますよね。僕ね、この猫なんか噛まれそうで怖いんですよね。僕動物にいつもカピバラとかめっちゃ怖いんですけど、どこでやってらっしゃるのかね。この声にいっぱいいますもんね。この声にいっぱいいますよね。ね、可愛らしい。いや、素敵な絵やなと思いますよ。どんどんこの調子でやられていって、まあ、絵画的に言うともっとこう横に縦にこう広がっていくっていうこととかが あってもええのかなっていう、この内側に閉じていくんじゃなくて、外側にこう広がっていくみたいなイメージみたいなのがちょっとこう伝わってきたりとかしても面白いのかなというふうに思いますけどね。にゃんころちいね、にゃんころちい。まあ、買ってたことあるんですけどね、僕ね。なんかね、こう、子供とかガーッと行くけど、もう急に噛まれそうで怖いんですよね。うちの嫁はんの実家が猫飼ってるんですけど、僕めっちゃ怖いですもん。もう絶対私のこと嫌いそうな顔してるから、あ、噛みよるな、こいつっていう顔で見とるんです。じっちゃーっと、このおっさんみたいな顔で見とるから、あ、絶対こいつ噛みできよるなと思ってね、怖いんですよ。いてってちょっとこう横に広がるような動きをこうつけてみたりとかしました。パッとこう横に広がる、どうしてもこう中にこう閉じていく、こうイラスト的にはこう閉じていく空間から、今度は絵画的にこう外へと飛び出していくみたいな、こう空間の構成みたいなこととかも覚えていっても面白いし、構成みたいなのがもっとこう複雑になってくるだけでも、絵の幅って多分広がってくると思いますので、前後関係があるとかね、手前に脇役があるとか、いろんなこうシチュエーションという考えられると思います。目線の位置みたいなのをちょっと高くしてみようかなとか、ものすごいこう魚眼レンズ的なあれでこう描いてみようかなとかですね、すごいこう斜め上引きで上の方から遠方からこう見たような状況にしてみようかなとか、この周りの状況がこう遊園地になっているような感じで面白いかもなとか、アリンコになったような気分で描いてみようかな、もういろんなそういうのをこういろいろこう膨らませていかれたらいいかなと思います。はい、次の作品です。またお待ちしてます。こちらの作品です。これも初めての方ですね。ありがとうございました。結構長なってしまってますね。そりゃそうやな。鬼公表への参加初めてですと。ペンネームモンさんですね。青空と白い野の花、シナベニア油絵 22×30cm。散歩途中に見かけた小さな野の花が可愛らしくて生命力を感じたので、青空の下たくましく咲いている野の花をイメージして描きました。形にこだわらず自由に表現したいと思いながら、なかなか思い切れないでいます。いつも何か魅力に欠けて、いて、いろいろ模索中です。追伸、いつも通り筆で描いていましたが、私のカーニバルをナイフだけで描くという動画を見て、途中からナイフを使ってみました。動画の中で何か踊ってる、とても楽しかったです。次回はナイフだけで丁寧に描いてみたいと思います。動画で長田ニコラ・ドスタールの絵も調べてみました。こんな表現方法もあるのか、とても興味を持ちましたとね。もうドスタールとかも面白いでしょ。なかなかでもこう素敵な絵じゃないですか。僕は結構いいなというふうに思いますよ。綺麗なね、柔らかいこう雰囲気と、ゴテッと乗せている雰囲気。普通やったらこうモチーフだけになってしまうことがよくあるんですよ、こういう時って。モチーフだけにこういうボテッとこう葉っぱって。そうじゃなくてね、これね、大事なとこはね、こういうところ、脇役のところとかにもドンと乗せているところがすごくこう効いていて、非常にこのあれが効いているなというふうに思います。外側のところにドンとこう置いている仕事みたいなのが非常に効いているので、あとはですね、このね、実はこの意外とこのなんとこのグリーン、深みのあるグリーン、これめっちゃ効いてるんですよ。これとほんの少しの赤系みたいなのがこう効いてます。ですごい色彩感覚、ええ方ですよ。このグリーンとか意外と置けないグリーンですので、これと先ほど言ったちょっとこう赤っぽいやつだけを少し消してみますよ。もう実はこれめっちゃ効いてるんですよ。なかなかこうできたもんじゃないですよ。ね、
ちょっと消してみました。キュッとここに入ってるグリーン、この赤効いてませんか、どうですか。あ、すごい、いい作品やと思います。グッ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 と、こういうのがこうできるということは、なかなか色彩感覚のいい方やなと思いますので、この調子でされてみてください。ナイフもね、いろんなこう別にこう市販のナイフだけじゃなくて、なんかいろんなもの代用できそうな気しません？勝手なこと言ってますけど、例えば何、マーガリンを塗る、なんかあるじゃないですか、スプーンみたいなマーガリンを塗るやつ、なんちゅうの、よう知らんけど名前なんていうの、あれ、あんなんをこう使ってみたらどうなるかなとか、例えばフォークとかでビューッと線引いたりとかすると、こう線とかがこうね、ビューッとこうできたりするんですよ。で、櫛とかでやるともっともっといっぱいこうビューッと、100円ショップとか行くとそんなんばっかり集めて、なんかいろいろ遊べたりするんですよ。そうするとこういうマチエロをビューッとこうつけれたりとか、ヘラみたいなんとかで、ものすごく大きな色味をダーンとこう乗せることとかもできますし、例えばここにこうね、エアキャップかなんかでペン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 ってこう、はつけたりとかすると、そこにこうペッ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 って丸がくっついてきたりとかするとかね、いろんなこうマチエロとかも遊べると思います。何言ってるか分かりました。なんかこう穴がポツポツポツと開いて、よくこうなんかあるじゃないですか、こうポツポツポツとこう均等に開いてる、 あれかな、買ってきてキャンバスにベッド置いて、その上から絵の具をドバッと塗ったら、ごめんなさいね、もう擬音ばっかりドバッと塗ったら、そこのとこが外したらポツポツポツとかなるとかね、いやーだる、いやーってありますので、そういったこととかもどんどんなんかこうマチエルとかもただナイフだけじゃなくて、いろんなことが考え、そういうのが発想っていうわけです。発想って大事なんです。そうすると脳みそ使うとね、やっぱ長生きできますよ皆さんね。目標250歳。次、ここでお知らせです。皆さんも鬼高評価に出してみませんか。鬼高評価に出すにはメンバーシップの会員登録というのが必要でございます。メンバーシップは本チャンネルの方のメンバーになるというところを押していただいて、そちらから進んでいただければと思います。で、iPhone とかで入ると Apple 税とかいうのかかってくるそうなんで、できたら、1700円とかになってしまうので、できたらパソコン思います。1190円で、であとはスペシャルサポーターという私の活動で、ね、いろんなもこう機材買うたりカメラ買うたりなんかするとかっていう活動費応援したいという方は、スペシャルサポーターになっていただいて、ありがとうございますということでございます。で、メンバーシップの特典いろいろございます。一緒に旅しませんかということで、いろんなとこね、長野行ったり北海道行ったりイタリアに行くかもねみたいな話とかですね、あとは懇親会、私が個展などした時に飲み会ですね、そういったこともやったりしますので、よかったら、メンバーになられてはどうでしょうか。そしてちょっとだけ変更点がございます。ほんの少しでございますけども、募集の日時というのは第1、第3木曜日です。で、それもコミュニティ欄のところに書いてあったり、こうね、鬼高評価うんぬんかんのところにちっちゃく、次は何日ですって書いてあります。で、メンバー限定の動画というのがあるんですけど、メンバー限定の動画とかっていうのは、公募展とかに出されたりとかした人とか、公募展に出す前とか、そういった人の作品とか、初心者でもみんなに見てもらうの恥ずかしいとかっていう、本当にメンバーの方だけ、これは本チャンネルの方で公開してますけど、メンバーの人しか見れないという動画がございます。で、その募集の日時の時間ですね、今までは18時から深夜2時、3時ぐらいまでに、大体お願いしますということを言ってたんですけど、ぐっと早めまして、昼の12時から深夜1時3時、ぐらいに送ってきてもらえればと思います。ちょっと早まります、ちょっとだけ早まります。ちょっと数がすごく増えてきたので、可能な限りゆっくりね、皆さんの1日で撮ろうとしてるのに相当無理が出てきましたので、2日に分けて撮ろう、多いのはめっちゃ嬉しいので、ぜひぜひ皆さん送ってきてください。本当ですよ、もう本当初心者の方の絵ガッと伸びるの楽しみにしてます。それでは本編またどうぞ。の作品こちらでございます。いやー、これもなんかね、今週甘々ですか、なんかごめんなさいね、厳しくいけって言われてもね。かもっちさん35、もうだいぶ理解してきてるしね。花々というテーマでグループ展をやるので、これまで描いたことのない感じで描きたいと思いましたが、どうやってまとめよう。いや、これなかなかいいじゃないですか、僕すごい好きやな。物のこ隙間みたいなところとかにこう丁寧に置いていっている隙間産業とね、僕呼んでいますけどね、こうその暗い色みたいなのがグーグーと引き締まって効いていて、そしてなんかこうこうオレンジ色みたいなのがクククククとこう効いていて、非常にそのオレンジ色とか、例えばこの子めっちゃ効いてますよね。これ意図しました、
この子めっちゃ効いてますよね。これがもうちょっとこう、淡い橙色とかやったらあかんのですよ。これぐらいビビッドやないとあかんのですよ。ね、ちょっと抑えてみましたけど、ね、ここにこう、このぐらいビビッドな色とか、このあやめちゃんもすごい効いてますよね。これがもうちょっとこう、渋め、鈍かったりするとあかんのですよ。こう画面の中ですごい効いていますね、こういうの。分かってやってらっしゃるんかな。非常にその辺が分かっている感じがするなというふうに思います。まあ、なんかこうモチーフ以外のところも少しまとめるということが難しいようやったらば、鮮やかな色とかを少しこう置いて、モチーフ以外のね、ところみたいなものも別に花に見えんでもいいじゃないですか。でもそれがこうなんかこうモチーフ以外のところも少しこう、広がっていって、少し鮮やかな色がふわーっとこう広がっていくような感じとかがあったりしても面白いのかもしらんなということで、左上の方にまあ鮮やかな青を少し入れていきました。これが花でないといかんというわけじゃなくて、隙間とかに、例えば右の方とかにもちょっとこう鮮やかな色がもう少しこう広がっていく。これもヒント与えてるだけですよ。もうこう描けなんて一言も言ってないですよ。勝手にやればいいだけで、僕は最後のところまでは見届ける気も全くないので、先生の言う通りやりましたとか言われても困るので、一つのヒントを与えれたらと思って、ちょっとこう鮮やかな色を左とか右の方とかにふわーっと広がっていくね、ふわーっと広がっていく、まあこんな感じとか、なんか少しこう広げていったりとかしてみても面白いのかなとか、先ほどこう鮮やかやった色みたいなのがもうちょっと逆に画面の中でいくつかちょん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 とこう広がっていったり、赤系のね、暗い色みたいなのがもうちょっとこう広がっていったりとかして、花の香りフローラルみたいな感じね、何のこっちゃいって感じですけど、ちょっとこう広がっていくような感じにふわーっとこう広がっていったりすると、真ん中のあたりがもっとこう広がって見えて、大きく見えてきたりとかもするし、色がこう、ね、響き合って非常に綺麗な作品になったりするんじゃないかなというふうに思ったりとかします。まあなんかやっぱり問題っていうか、課題としては背景と花をどうつなぐかみたいなところが、別にこういう絵はなんか立体感をゴローとかね、質感をゴローとか前後関係グーとかっていう絵じゃないんですよ。その辺を自分の中でこっちやとか色彩方向やと振ったら、結構徹底的に振ってあげて、もういいわけですからね。皆さんもこういうのも参考になるんじゃないかなと思います。よし、こんな隙間一生懸命描いてってるからできてるっていうところもめっちゃありますもんね。はい、いい作品やと思います。非常に良い作品。この辺の青なんかね、僕は結構面白いんちゃうかなと。次の作品に行きたいと思います。ちょっとこちらの作品でございます。この方なんかもね、なんかオンラインででも喋ってみたいですよね。ウクキャットさん、まさふみ、酒井さん、ニューヨーク在住、桜、花爛漫、油彩 40×50cm キャンバス、今回は先日3月22日から26日までアメリカのワシントン DC で開催された絵画展に行ってきました。その時に展示された11作品の中からこちらを今回お願いしますと。ワシントン DC は23年ぶりでした。最高の満開の時期に絵画展に参加できました。インターナショナルアーティストに選ばれてすごいですね。3日間ライブペインティングなどやったり、他の海外のアーティストの交流も人生の宝。僕なんかたまたまちょろっとライブ配信みたいなのやってる時見ましたよ。なんかやってやった、何書いてたかな、なんか何書いてたかな、水彩でなんか書いてて、なんか喋ってやったなと思って、なんかそんなのちょろっと見た記憶ありますけど、ウォーターゲートホテルでの開催でもあり、いろいろワクワクばかりでしたと。絵描きになり、世界のアーティストとこんな機会を、もうぼちぼちで卒業しましょうか毎日絵画を楽しんで描いても不思議です。そして間違いなく先生の YouTube 通して出会わなかったらこんな機会、ほらね、言うてでしょ。だから僕先生という職業じゃなく、やっぱりこうなんていうの、もうそうやって皆さんの仲介役になれたらそれでいいと思うんですよ。でもまあ面倒くさいので、基本みんなでやってねっていうことなんですね。大人なんでね。でもこう仲介業っていうのも仕事になるということですもんね。面白いですよね。ということで頑張って、くださいやっていう感じなんですけど、
ね、ワシントン下のなんかダラーとそれやのに突然厳しくなって、このダラーとした感じがあんま綺麗やないですね。ダラーとした感じ、ここのなんかピンクとかもうちょっとなんかどんな色やったか知らんけど、なんかこのダラーとした感じがもうちょっと綺麗やったらね、こういうところなんかね、突然なんかダラーとするんですよね。ウグキャットさんね、もったいないなっていう気しますけどね、僕だけかな。なんかこの辺にぐーっとこうね、ダラーとせずになんかぐぐっとこう引き締めるこうあの画面の中でもこうね、ピンク色みたいなのがぐぐっとこうな、ピンクやったのここ知らんけど、とかがぐっ、これ書いてたんちゃうな、何書いたかな、なんかね、突然こうセンスがええところと突然こうイマイチなところを画面の中に同居させてしまうというこう、その辺がね、なんかこう自分でこうある程度気づけてくると、この右下のこうピンクみたいなところがぐっとこう引き締まって見えてきてね、こうでこの白さみたいなのももう少しね、前にこうぐーっと出てくるような何箇所かこうかなり不透明な色の厚みを持った、まあ、こういうののこう対比みたいなのがこのピンク色とこの白の桜の前の方にぐーっとこう出てきせり出てくるようなところが何箇所か、もうちょっとこう密度感を持って描かれているところを見ても、桜好きっすよね本当皆さんね、ようやくこの年になって分かりました。おじさんみたいにひねくれてるとね、人よりも遅いんです、いろんなものに気づくのが。みんなでは桜写真撮っとるわい思って、絶対俺なんかやらへんぞって、上の公園なんかめちゃくちゃ綺麗やったのにね、若い頃なんかもう完全無視して歩いてましたからね、知らないと思えてね、もう本当にもう人間ってね、ひねくれてると人生損しますよ。皆さんも私みたいにね、ピュアな人間にこうちょっとこうグッとこう引き締まるところが入ってきたりとかしてね、この辺がこう画面をこう見て、およし最後のまとめやと思った時に、私なんかこういうのをグググググと、もうちょっと不透明の白とか、あ色の鮮やかなのグッと置いて、やったろかいなとかっていうこととかを引き締めにかかったりします。ちょっとダラーっとして見えるっていうのが、もうちょっとこう前後ろが見えてくるとか、色彩によって構成されてくるとかっていうことが、最後多分10分ぐらいでこのぐらいだとできると思うんですけど、そういうのがグッと入ってきたりとかすると、もっとかっこいい絵になるのになぁと思ったりします。なんか右下のとこにもうちょっとなんか黒い枝とかを緊張感を持って僕やったらグッと描くかな。そうするとこの画面の中であの暗い枝の線みたいなのがうまくこういう動きとこういう動きみたいなのが画面に作られてくるかなと、ベッドどないでっか。はい、次の作品に行きたいと思います。こちらの作品でございます。ウィー、なんじゃこりゃ、すみません、上の方、ひろこさん、欲望という名の参拝、66B から4H、木炭、ウォーターフォード細めと、ラジオで金運アップのパワースポット特集をやっていて、東京の穴八幡宮が取り上げられてました。前をしょっちゅう通るのに入ったことはありませんでした。そういうわけで最近立ち寄ってみたら、なんと、もうキンキラの神社、なんか阿蘇の方に、なんとか神社って、ホギホギ神社、宝が来るホギホギ神社って確かあったような気がします。前をしょっちゅう通るのに、入ったことはありませんでした、ということで、どこや、手水舎が特に印象的でした、全体が赤と金、石像の布袋様の袋から水が流れてきます。秘釈にとって手を清めると思わず笑ってしまう、布袋様は金運出世の神様とのこと。この派手な色彩の神社をあえて白黒で描いてみようと思い立ちました。参拝客の邪魔にならないように、あ、これまたですスケッチしたんですか、分かりにくい絵になってしまいました。ご利益がありそうに描けているでしょうか。ユーモラスな感じが伝われば嬉しいです、ということですけども、現場でスケッチ、ああ分かる分かる、あ分かってきた、手洗うとこがあってみたいな感じはね、面白いですね、その現場でスケッチしたんですね、おもろいな。
なんかこうもっともっとこうなんか伸びやかな線みたいな感じとかなんかがあっても面白いのかなというような感じが受けますが、どうなんですか、この辺かな、この辺、この辺を抽出、あらんで、これ難しいですよね、抽出、この辺かな、ね、なんか、まあ、ひろこさんのこう柔らかいこうファーっとしたこう雰囲気みたいなのは十分出ているかなと思うんですけど、ちょっとこうね、形のこう前後関係とか、少しもうちょっとこうね、この柄杓があって水があってこういうのがあってとかっていうのを、まあその時にこうデッサンからこうドローイングに近いような感じみたいなのが前にこう出てきています、せ水がここから垂れてますせみたいな、そういうものは初めのうちにキュッと捉えれたりとかするといいのかもしれませんよね。で、ちょっと前にこう出てきてる顔のとこからこう出てきてますせみたいな、それからこう後ろの方につながっていくところみたいなのを、まあね、人間ゆるくゆるくこう生きれたらいいですよね。本当に最近より思います、いかにゆるく、そしてこの柄杓から、このなんかポイントどこ書いたか分かりました、グッと最低限分かる範囲で一番、まあ、後ろの方であるとか、そして人の顔のところに、ぶつかりが持ってきて、ね、こういう、こうラインがあって、でこうぶつかりがあって、そこからこう流れてくるように、ここのポイントだけはもうポンと押さえてあげるみたいな気持ちで、今加湿してたんですね。分かります？グッグッグッグ。でそういうこうどっちかというと相内線でもええようなところとかより、まずそこのところをこう捉える、まあ主役である顔かもしれないですよね。でそこからこう手の方に流れていくとか、流れていくとか、そういう、こう流れをこう作ってあげるみたいな気持ちで、こう現場で描く時とかっていうのはもうやってあげないと、全部が全部散漫になってしまったりとかするので、とりあえずこの辺っていうのはしっかりとポイントを抑えるようにされてみてはどうでしょうか。はい、次の作品いきたいと思います。こちらの作品でございます。ほいほいほい、もう桜大ブームですね。ココトさん、桜咲く散歩道 F4 号ホルベイン透明水彩絵の具、桜満開はまだなので、去年の写真を参考に描きました。先生の動画見てると私にも描き、あの動画はなんか花びら散るみたいなやつ、あれ簡単ですよ。あれか、難しくて思うように描けませんでした、ご評お願いいたしますということなんですけど、あれ枝とかの描き方なんですよ、実は意外とポイントは。枝とかの描き方と、まあ大きなこう例えば空の作り方と、あと枝の描き方と、まあ、地面がシューッとこう向かっていくみたいな、もう本当に風景って基本的には立ってると寝てるみたいなのがまず描けるかどうかだったりするんで、桜を描こうとするよりはどちらかというとそこをまずしっかり描けていってあれば、土台としてはもうそんな難しくないんですよ。まあまあね、難しいわね、そらね。で、ちょっと例えば木のね、ところなんかもね、こうどれくらいがいいかな、クッと引き締め、クッとしてクッグ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 ッ、形をねクッと出すところと、こうああいうこう瞬間の水でこうあれして、濃くして弱くして濃くしてみたいな、ああいうのができるかどうか、グッ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 、グッ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 、でこういうこう隙間こう書いてあげたらこうどないですか、木のところの隙間ちょっと書いた方がなんかだいぶ違って見えるでしょ。でこういうところを本当にこう大事にこうテッ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 っていうのを書いて、まあ、あとはこうこの、まあ、緑かなんかのところを、木のね、影みたいなのを書いて、それで緑を塗り残すことによってこの丘的なところみたいなのがピョンとこう出てくる。こんな風にこう状況みたいなのがしっかり作れてきたり、あとは空のところなんかズボンとこう行くんですけども、ある程度こうグラデーションとかね、
ふわっとこう決めてあげて、ふわっとふわっとかとか言ってね、で白く残すところみたいなさっとこう残す、もう全部基本もう何言ってるか分からん、もう分からん、さっちゃっばんっていうことをできるようになってきたらそんな難しくないと思います。ぜひぜひこうね、またこれ現場で書くのが2000倍ぐらい難しいので、皆さんね本当ですよ、現場でねもう本当に書けると思うでしょう。それでこう家で練習するでしょう、多少書けるでしょう。現場になったら全く別のものやと思ったらいいです。僕はそれを皆さんにぜひ経験してほしいなっていうふうに、スケッチなりなんなりね。でもやっぱりそこで見て感じ得たものとかっていうことをやっぱ定着できるようになっていった方が、上手い下手じゃなくて、ですね、どうしてもこうね、あれこんな発見もあったぞとか、こんな色もあったぞとかっていうことを皆さんね、ぜひぜひこう感じ取ってあげれるようになっていってほしいなというふうに思います。最後の作品になりますかね、こちらの作品でございます。はい、こちらの作品です。いちごあきさんですね。シナベニア 21×16cm、白味、冬の日差しを浴びる難点に不思議な魅力を感じて絵にしました。怖がりちまちま絵描き病の治療の一環で、ズバズバズバーンとドシャーンと恐れずに大胆に絵の具を置いて赤い実の物質感を表現しようとしました。それなりに時間もかかったんですが、仕上がってみると反省点ばかり、それでも毎度お叱りを受けるのも勉強だと味を承知でいやもうそのズバーンとかドーンとかちまちま病を治すのすごい簡単な方法ありますよ。小さいんですよ作品が小さいんですよ。もうこの小さい 21×16cm って、サムホールか21号とかのサイズですね、1号のサイズとかになってくるので、これ小さいんですよ。だから もうちょっとでかいの書き合ったらと思うんですけどね。そうするとこうどうしてもなんかこう本当にこう L 版の写真のような感じをそのまま絵に描いてるみたいな感じになるから、構成自体もなんかそんな感じになってるんで、もう一回り二回りでっかいの書けば、25ぐらい一回書いてみやったら、35とか公募展とか出すために2ヶ月ぐらい必死にもう一時ね大会してもうていいので、一時これに向けてとか、なんかそんな気持ちでやりやったらええのになというふうに思いますけどね。多分大きいの書いた方が小さいの楽になりますよ、確実に。なんかそんな感じしますけどね。なんかある程度は書けるし、ある程度力は持ってるんですけどね、なんかこう絵から迫力みたいなのがあんまないなと思うんですけどね。なんかねそんな感じがしますね。少しこうちまちましているなと、これもこれでも絵の具のせはったっていう感じなんかもしれないけど、どうしてもちっこになったらなかなかこうやりにくいところはあるんちゃうかなと思うので、まあなんか一回り大きいのもぼちぼち、どれぐらい経つのかな、2年ぐらい出されてるかな、なんかそんな感じがしますので、ちょっと大きめのやつを少し、チャレンジされてみてもええのかなというふうに、めっちゃ悪いわけじゃないんですよ、めっちゃいいわけじゃないなと思うので、大きめのちょっと時間かけて、これは何、ここからなんかベロで出る感じするんですけど、これなんですか、こうベベーっていう感じに、なんかね気のせいか、突然この赤い実からベロがビューと出てるように見えてきたぞ、まあ、こういうところがなんかこうね、絵作りしてるという感覚が弱いのか、向こうに葉っぱがあったから描きましたみたいになってしまったりすると、やっぱねベロに見えるわっていうのに気づかないっていうのがやっぱねダメなとこですよねっていうね、本当もう厳しいでしょ。写実系の人にめっちゃ厳しいんですよ僕、本当に写実系で行きたいとなんか思ってて、でね、やっぱなかなかこうそういうこうところの絵を作るという感覚がやっぱ乏しく、こうやっぱベロはベロやな、明太子に見えてきたの、なんかな、あかんわ、なんかサーモンみたいに見えてきたな、あかんわ、寿司の乗っかってるもサーモンに完全に見えてきたな、困ったもんやな、これもう消そう、なんかねもう変なものにしかもう見えんような、いろんなこうちょっとこう炙りサーモンみたいな、あ寿司色のサーモン食べたらなってきたなみたいになってきたぞ、うんね、ここにこう白いものをこうビュッと描いたら、ほらもう完璧サーモン、後ろにサーモンが飛んでるみたい、
この辺なんですこの辺に気づけるか、これを反転させたりするとよりほらもうベロがビューと出てるかサーモンが浮いてるみたいななんか感じ、これにやっぱ気づけないっていうことはね、やっぱ自分の対峙しているよりはどっちかというと写真と対峙しちゃってるようなところがあるので、なんか一回り大きいのとか書くことによって初めの構成とかの段階とかにもっと慎重になれたりとかするんちゃうかなというふうに思います。また厳しく行きました。まあ、年も近かったと思うんでね、ガンガン行きますけど。ということで、初心者、初めての方もたくさんおりましたけど、よかったら皆さん、長なりましたね。初めての方、昨日3本撮ってるからめっちゃ気が楽です。以上でございます。ゴリオンマさん、個展頑張ってください。いい子。問題だ。チャンネル登録よろしくねー。